楽天松井を狙う横浜 DeNA。 すでに米球界の複数の球団が松井優をリストアップ。国内球団も水面下で調査を続けている。中でも横浜市出身の左腕には地元球団の DeNA が熱視線を送る。小6時にはベイスターズジュニアで活躍し、桐光学園では甲子園のスターとなった。プロ入り時に1位指名で競合した5球団の一つでもある。今季は山崎が不調で7月途中に守護神を外れ、絶対的クローザーが不在。来季、26年ぶりのリーグ優勝を目指す補強ポイントとして魅力的な存在で、動向を注視している。地元のスター松井裕樹は取りに行くよな。人的で山崎との実質トレードあるで。松井狙いなら柳と小笠原も確実に狙いに行くね。松井と西川と中田取れば優勝狙えるな。松井は横浜に来る理由がないから取れないな。現実的に取れそうなのは西川ぐらい。6年24億出せば来るよ。横浜にそんな金はないだろ。松井は残留かメジャーか DeNA かの3択ぽいな。抑え不在の松井派打ちにぴったり。今永より役に立つから萩原全力で行け。松井に全力で行くってことはバウアーとの交渉は終わったってことか。バウアー20億出すより松井に金積んだ方が費用対効果高そう。6年契約の1年目オフに DeNA 松井興味の報道を見た山崎康明さんの心中やいかに。松井はメジャー志望だろ。米大手エージェント会社の代理人とも契約したらしいし。神奈川出身でベイスターズジュニアの松井を信じろ。信じるだけならただや。